スタートライン上では変わらず向かい風が吹く中、今日は前半戦から波乱の流れ、その波乱は準優勝戦も続きました。競争水面は2つ目の準優勝戦11レースが始まります。対戦メンバー1号艇東京渡辺信弘、2号艇埼玉佐藤翼、3号艇埼玉塚原武之、4号艇愛知渡辺雅史、5号艇福岡木下大輔、6号艇福岡国崎義晴、以上の6名です。ここはコースどうやらすんなり枠なり、スタート展示と変わらずで決まってきそうです。1コースは予選3位の勝ち上がり1番の渡辺、3連勝が光りますが、昨日陰線はスタートを後手を踏みました。さあその渡辺に対して地元勢2人、2番の佐藤が2コースともに強力な動きで勝ち上がってきました。久々のファイナルかかる3番の塚原3コース、トップスタートここまで4回スリット、注目は4番の渡辺4コースカロ1、4番の渡辺雅史の仕掛け注目、アクシデント乗り越えて予選突破、5コースに5番の木下、初日の大敗から挽回しました6番の国崎6コース、インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。スリット付近では2コースやや伸びている2番の佐藤、4コースから4番の渡辺、しかしイン先前1番の渡辺信弘が逃げるがちょっと流れたか、さあ内から2番の佐藤の差し、しかし完全には届いていません。内から5番の木下も上がってきましたが、1番の渡辺信弘が逃げる、スタートは前提正常でした。2番手並んだのは5番の木下、2番佐藤に内から6番の国崎やってきた、外行く2番の佐藤、佐藤が外からかわしにかかる、ここはやや抜け出したか、内をついて5番の木下ですが、2番手2番の佐藤が1手審判リードを取ります。先頭は1番の渡辺信弘、こちらはリードは2手審判、2番手2番の佐藤、内から5番の木下、2周1マークの旋回、さあ2番の佐藤は角度をつけて内をつきますが、先頭との差は詰まりません。3番手以下は突き放しました。先頭は1番の渡辺信弘、そして2番手に2番の佐藤、2、3番手は差が4手審と開いていきまして、5番の木下3番手、2周2マークの旋回となります。ここも1番の渡辺信弘がトップ譲りません。2番の佐藤との差は3手審ぐらい、レースは最終周回に移ります。3番手5番の木下、後ろも差が開いて4番手、4番の渡辺雅史、6番の国崎が5番手、3番塚原が最後方です。2番の佐藤も懸命の追走ですが、トップとの差は3手審ぐらいと変わらず、1番の渡辺信弘ががっちりと先頭キープ、2番手2番の佐藤、そして5番の木下3番手変わりません。ここは順当でした。最終ターン幕の旋回、予選3位の勝ち上がり渡辺信弘、ここは1着での勝ち上がりで3連単1番2番5番 19.4 倍で先頭1番渡辺信弘五輪、2番佐藤五輪、5番木下五輪、4番渡辺雅史五輪、6番国崎五輪、3番塚原五輪。